トベの台頭、やめじゃに5組の名前が揃い、新たなエンターテインメント勢力への道。最近、元キングプリンスへの平野紫耀と神宮寺裕太が、滝沢秀明氏が設立した新会社、トベに合流することを発表し、その生配信は同時視聴100万人を超える大盛況となった。 これに続き、元ジャニーズ所属の三宅健も飛べに合流を発表し、さらなる話題となっている。本校では、やめジャニの中で、地なる飛べ参加が予測される5組の名前と、その背後に広がるエンターテインメント界への影響について考察する。1。 平野紫耀神宮寺んゆうたのとおっべとべ合流平野ようと神宮寺ゆうたがとおっべとべ合流することが発表されその後の活動が大いに期待されているアーテイル。生配信やインスタライブを通じてファンとの交流を積極的に行いネット中心のアプローチをとる姿勢が注目を集めている。 ジャニーズとは異なり、飛べ派 SNS を重視し、音楽活動もオンラインでの配信をメインに据える可能性が浮上している。女性指揮者によれば、飛べ介入後はネット重視で行くでしょう。SNS でファンとの直接交流を行い、今後、行われるコンサートでも撮影 OK となるかもしれません。とのこと。この新しいアプローチが、 トベが独自のエンターテインメント形態を築くきっかけとなる可能性がある。2、三宅県のトベ参加と、やめじゃに、の流れ三宅県はトベの YouTube チャンネルでの合流を発表し、トベが、やめじゃに、の新たな拠点となる可能性が高いことを示唆している。彼は5月2日に退所し、平野と神宮寺が5月22日に退所したこととの順序から、 ト部参加者はジャニーズを辞めた順に発表されている。女性指揮者によれば、この流れだと、次は5月25日に退除したインパクトオーズオーダー間違いないと思います。との予測が立てられており、ト部の動向がファンやメディアの注目を集めている。3 飛べ参加が予測される、やめじゃに、のメンバー飛べに参加する可能性が高まっている、やめじゃに、のメンバーには、具体的な名前が浮上している。例えば、8月いっぱいで退場するキスマイの北山博光や、9月末に退場が決まっている元金プリの岸優ユータが、その中に含まれているとされている。 女性指揮者によれば、滝沢氏がジャニーズ時代にプロデュースしたスノーマンやシクストーンズも、バーこの流れが及ぶかが注目されます。と述べ、戸部がこれらの実力派グループを引き込むことで、一大エンターテインメント勢力として対等する可能性があることを示唆している。4。 飛べの今後の展望飛べはすでに多くのファンを持つやめじゃにに新たな才能を加えることで芸能界での地位を一段と高める可能性がある。そのためにはジャニーズとは異なるアプローチやスタイルでファンとの交流を深めオンラインでの音楽活動やコンサートを展開することが鍵となるだろう。 トベがこれまでのジャニーズの枠を超え、新たなエンターテインメントの形を模索する中で、今後の展望に注目が集まることは間違いない。滝沢秀明氏が手掛けるトベが、これからのエンターテインメント業界にどのような波及効果をもたらすのか、引き続き注視していく必要がある。 結論、トベは平野しよと、神宮寺勇太の合流を皮切りに、三宅健太、やめじゃに、のメンバーが続々と加わり、新たなエンターテインメントの機種としての地位を確立しつつある。ジャニーズを辞めたアーティストたちが、トベを通じて新しい可能性を追求し、ファンとのつながりを重視する姿勢が、今後のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込むことは間違いない。 戸辺の今後の展望に期待が寄せられる中、彼らがどのように進化し、どのような影響を与えるか、これからがますます注目される。